どうもクロスロードラボです。本日はですね、なんと恐怖の値上げ情報ということでやってきました。4月からはですね、サントリー日華ウイスキーと、さらにはマッカランなどのエドリントン系のねウイスキーが軒並み値上がりするということで、去年ね、動画にてお伝えしたんですが、まあ今備えてね買いだめされている方も結構多いと思います。そこにですね、追い打ちをかけるように値上げの新情報があります。最初ですね、サブチャンネルで紹介しようと思ったんですけど、超人気銘柄が入っているので、今回はメインチャンネルで紹介します。で、肝心の今回値上げするウイスキーの企業はですね、ブラウンフォーマンです。ブラウンフォーマンといえばジャック・ダニエルをはじめ、ウッドフォード・リザーブ、グレンドロナック、そしてベンリアック、グレングラッサとウイスキーのブランドを5つ、そして、その他にはリキュールやテキーラのブランドを持っている世界的酒類販売の大企業です。今まではですね、長らくアサヒビールが販売代理店をやってきたんですが、4月からはですね、日本支社でもあるブラウンフォーマンジャパンに販売権が移り、アサヒビールから離れます。そんなブラウンフォーマンがですね、7月1日の出荷分から、ジャック・ダニエルなどの主力製品を、価格改定するということで、ほぼ全ての、商品が値上がりするんじゃないかなと思っています。しかもその値上がり幅がなんとですね、 8% から 40% と衝撃の数字だったんですね。理由はですね、原材料や資材、そしてエネルギー価格の、世界的な高騰を背景に、事業活動にかかるコストの上昇、そして、物価上昇傾向はこれからもね、継続するということが見込まれていて、事業への影響を企業努力のみで吸収することが困難な状況ということで、他の会社と同じ内容です。もうこればっかりはね、仕方ないですね。日本のウイスキー市場の場合、もちろん円安の影響もあるんですが、そもそも原材料や輸送費が上がっているので、元の値段もね、値上がりしています。それでもまだ世界を見渡すと、酒税のね関係なんかもあって、日本のウイスキー市場っていうのはかなりね安い方です。サントリーや日華を含めた日本のウイスキーも原材料をね、海外からほとんど輸入に頼っているので、もろにねその影響を受けています。日本の麦高いですからね。もっと具体的に値上げの主な理由を、以前の動画でまとめましたので、まずそちらの動画から、見ていただいて、そして今回全てが発表されているわけではないんですが、予想を交えてね、値上がり幅見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずどうしてね値上げかというと、スコッチもねジャパニーズもほとんど同じ理由なんですね。共通しているのは原材料の高騰、物流コストの上昇、そして、日本は円安ということで、そしてサントリーと日華はプラスアルファ設備投資とも書いてありました。主にねこの辺だと思います。具体的にはやっぱり、ウクライナとロシア問題っていうのが一番大きくて、ロシアは大麦の生産量で世界一ですし、ウクライナも2021年は5位でした。まあ、その影響もあって大麦の価格は高騰してますし、トウモロコシ生産量もロシアは世界の 16% を占めていました。まあ、日本のウイスキー蒸留所はサントリーや日華も含めて、輸入大麦麦芽に頼っていますからね。基本的に国産大麦って高すぎて、限定ボトルにしか使えないらしいです。そしてウクライナはガラスの原料でもあるケイ素の産出国でもありますし、ガラス製造には大量の天然ガスが必要です。ロシア産天然ガスの供給量が大幅に減少して、天然ガスの卸値が急騰しています。なので瓶も値上がりしていますし、ビール会社のガラスの買い占めなんかも横行していました。そして現在世界的ウイスキーブームですからね、10年前と比べて世界では数百件から1000件以上のウイスキー蒸留所が増えたので、原料や樽の争奪戦ですし、昨年はイギリスで電気代が 80% 上がるなんていう風に、ね、なった時は、冬を前にピートの燃料利用が広がって、ピートの需給が逼迫するなんていう、ね、ニュースもありました。スコッチの場合だと、イギリスは2020年に EU を離脱したので、 EU 加盟国から輸入していた大麦、小麦、瓶、シェリーダルなんかは関税がかかるようになりましたし、スコットランドでもウイスキーがとんでもなく値上がっています。日華ウイスキーの場合だとほとんどに海外原酒が使われているので、その辺はねかなり大きな影響になっているのかもしれません。物流費に関しては、ウクライナとロシア問題でロシア産の原油の禁輸措置が世界的に広がったことにもよります。ロシアは世界第3位の産油国でもあるので、原油の供給が滞る可能性から価格の高騰が起きたんですね。ガソリン価格が高騰したことで、どこの物流企業も賃上げを行っています。そして日本の場合円安ですよね。
かなり簡単にね代表的なものを挙げましたが、それでもねこんなに理由があるんですよ。理由を知れば少しでもね納得できる人もいるんじゃないかなと思います。それではね早速見ていきたいんですが、普段ね暗くやってるんで今回はちょっと明るくいきたいと思います。はい、それではね早速見ていきたいと思うんですけど、今回もね、前回に引き続きちょっと明るめにねテンポよくやっていきたいと思います。まずはね便利アックです。市場では結構いろいろラインナップありますけど、正規輸入品のラインナップは2種類だけです。こちらはですね両方とも 10% の値上げですね。便利アックのオリジナル10と便利アックのスモーキー10、どちらも 10% で、まあ、6000円台前半から7000円までっていう感じなんですけど、ネット市場だとですね実売価格、5000円前後だと思いますので、実売価格でいうと値上がりしても5500円くらいじゃないかなと思いますね。スモーキー店も、まあ、6000円前後っていう感じだと思います。並行輸入だとですね12年だったり、あとは16年だったり、あとは3回蒸留の、トリプルディスティルドなんかがありますが、元の値段が上がれば並行輸入品の値段も上がりますので、そちらの方もね要チェックです。続いていまいち人気が出ないグレングラサーです。オフィシャルからはですね3種類の定番品出てるんですけど、全て日本で正規輸入品として発売されています。ただですね今回の値上がりは、情報出てないので希望小売価格から 10% アップでねちょっと予想してみたいと思います。グレングラッサはリバイバル、エボリューション、トルファの3種類が発売してます。10% 値上がりした場合だと6000円から、まあ、8000円ぐらいのね感じですね。ただリバイバルに関しては並行輸入品が、税込みで3000円台後半で買えるので、並行輸入品にもね影響が出る前にちょっとチェックしておきたいと思います。このグレングラッサね、海外ではすでにリニューアルしているので、この旧ボトル自体がそのうち変わります。デザイン結構いいですよね。結構売れそうかなと思うんですが、こちらね140年以上のね歴史のある蒸留所ではあるんですけど、1986年から2008年までの23年間ほぼ一滴も蒸留されてなかったということで、年数表記物が定番品としてもうそろそろね、出てくるんじゃないかなと思います。もしかしたらそろそろ10年とかね12年が、発売してもいいかなとは思うんですがね、どうでしょう。これから要チェックです。続いてシェリーダル熟成で人気のハイランドモルト、グレンドロナックです。情報が出てるのは12年だけなんですが、正規輸入品のラインナップは5種類あります。グレンドロナック12年と15年、18年、21年、そしてトラディショナリーピーテッド、こちらなんとね12年が 30% も値上がりするということで、現在は、6347円税込みという感じなんですが、これがなんと 30% 値上がりすると税込み8261円になります。これはねグレンドロナック人気があるだけに衝撃を受けている方も多いと思います。この流れで15、18、21、そしてトラディショナルリピーテッドを 30% 値上がりしたと予想してみるとこうなります。普通は低価格帯の銘柄が、値上がり幅小さいっていう感じなんですが、12年で 30% なので、他もね 30% 以上は値上がりするんじゃないかなと予想しました。こう見ると衝撃ですよね。ただでさえ希望小売価格でも、人気がありすぎて最近買えなかったりする銘柄なので、グレンドロナック12年以外はもうバーでね飲むウイスキーっていう感じになってきたんじゃないかなと思います。なかなかねこの価格帯を個人の自宅用で買う方っていうのは少ないんじゃないかなと思うんですね。これは結構ショック受けてる方多いんじゃないかなと思いました。はい、続いてね人気のバーボンウッドフォードリザーブです。正規輸入品のラインナップは3種類なんですが、定番品のウッドフォードリザーブだけ発表されてますね。1種類のみ 10% の値上げです。他もですね 10% 値上がりすると予想するとこうなります。ウッドフォードリザーブの場合、ネット市場の安い店だと3800円くらいなので、実売はもっと安くなると思いますね。しかも並行輸入品で1リットル瓶も出ているので、よりお得に飲みたいという方はそちらを選ぶといいと思います。ちなみに並行輸入品だと小麦の割合が多いウッドフォードリザーブウィートっていうのも発売しているので、小麦主体のホイートウイスキーっていうのをね飲んだことないっていう方多いと思いますので、ぜひねそちらの方もチェックしてみてください。そしてジャックダニエルです。まずねジャックダニエルブラックを見ていきましょう。
現在は3リットル瓶が収売しているので700ミリリットル以上の容量は、3種類ですね。今回はすべて 10% アップです。なんと希望小売価格がついに税込みで3000円超えてしまいました。びっくりですよね。ただ実売だと2300-2400円くらいかなと思いますので、値上がりすると2500-2600円くらいになるかなと思います。それでも高いですね。ジャックダニエル愛飲されている方にはね、かなり痛い話かなと思いました。そしてジャックダニエルの別のラインナップ、現在正規輸入品で発売しているのは4種類です。まずはジェントルマンジャックとテネシーハニーが、情報が出ていました。10% アップですね。テネシーハニーはなんと 8% なんですよ。今回の値上げでは最小幅です。ジェントルマンジャックがなんと、希望小売価格税込み4059円になってしまうということで、もちろんね、実売価格はもっと下がると思いますが、3000円台にはなるでしょうね。で、他のシングルバレルとゴールドも、10% アップと予想してみるとこういう感じになります。ゴールドがね、1万思いっきり超えてくるので、これ実売価格でも1万超えるんじゃないかなと思いますね。結構痛いです。ゴールドってね、飲むと好きになる方結構多いんですよね。シングルバレルも8412円なんですが、まあ、実売で7000円台っていう感じかなと思います。やっぱりジャックダニエルってファンが幅広いので、ついに来たかと思ってる方も多いんじゃないかなと思いますね。本当にね、ウイスキーはジャックダニエルしか飲みませんっていう方もいますからね。そういう方にはね、ちょっと辛いニュースでした。はい、いかがだったでしょうか。いや、すごいですね。今回ね、情報が出た中では 40% の値上がり、っていうのが、エラドゥーラのプラタっていうテキーラのみでした。もしかしたらグレンドロナックの21年とかね、情報が出てないところで、40% の値上がりあるかもしれません。さすがに 40% はね、ちょっと恐ろしいです。最近は海外企業のウイスキーが日本企業を介さないで、それぞれ日本支社が直接販売することが多くなってきました。例で言うと、ディアジオジャパン、モエヘネシージャパン、カンパニグループの CT スピリッツジャパン、そしてレミコアントロジャパン、さらにはペルノリカールジャパンもそうですね。各社のね、ウイスキーは以前は日本の企業が代理店を務めていたんですが、現在はほとんどが自社のグループ企業、が日本で発売しています。今回のブラウンフォーマンもね、そういう流れですね。まあ、その分ちょっとね、仲介がいなくなった分安くしてくれてもいいんじゃないかなと思うんですが、そううまくはね、いかないですね。実際日本の企業を介さなくても、現在はインターネットの時代でね、いくらでも広告が打てますし、あとはウイスキーブームの人気で各商品の知名度も上がりましたから、自社でね、流出させた方がよっぽど都合がいいんでしょうね。利益幅も大きいんだと思います。今年一発目のね、値上げのニュースがこのブラウンフォーマンでしたが、1月2月3月4月とね、各有名ウイスキーメーカーがどんどん値上げしていっています。今年もこれからね、値上げのニュースがかなり続くと思いますので、欲しいものがある方はね、本当に今のうちに買っておくといいかもしれません。いずれ絶対買うと思ってるのは先に買っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。特に高価格帯のウイスキーです。今回紹介したものは動画の概要欄にね、すべて URL 記載してありますので、今のうちに買っておきたいという方はそちらの方からね、ぜひチェックしてみてください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。